こんにちは、荒木和弘です。令和3年2月25日のショートメッセージをお送りします。まずお知らせです。すでに今流してはいるんですけども、3月の4日木曜日、兵庫県豊岡市旧竹野町の弁天ハムで、ライブをやります。ここは秋田美和さんのバッグ、それから靴が落ちていた場所です。で、ここでこの事件のことについてお話をします。特定失踪者家族会の副会長で秋田美和さんのお姉さん吉見美穂さんも参加の予定です。時間は3月4日の14時を予定しています。お時間のある方ぜひご覧ください。でもちろんアーカイブでも残しますので、ご覧になれなかった方はその時にご覧いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。さて、昨日工作員の話をしましたら、またいろんな書き込みがあって大変、面白かったです。ありがとうございました。で、その中で、工作員の事情なんか考える必要ないじゃないかっていうことがありまして、全くその通りなんです。ただですね、これウイルスと同じで工作員というのは絶対になくなりません。で、逆にですね、工作員というのは常に二重スパイになる可能性を持っている。で、場合によっては情報のですね、窓口になるということもある。表のルートで、通せないことをですね、通すっていうことが可能になります。だからこれをですね、全部なくしてしまうっていうことはやろうと思えばできると思いますよ。法律をがんじがらめに作ってですね、それでも全部片っ端から、摘発してしまえばそれはできるんですけども、これまた逆にですね、無菌状態になってしまうということは危険がある。今のコロナだって、このコロナのおかげでですね、別のウイルスが入ってこないとか、そういうこともあるんだそうで、全部なくすっていうふうに考えない方がいいと思います。で、実際に、今でも例えば、昭和47年ですね、1972年に佐渡で起きた宿根木事件というのがありましたけども、この宿根木事件で捕まった工作員、この人は今でもですね、時々日本政府と北朝鮮の窓口みたいなこともやっているんですね。もう表に出ちゃってますから、そういう意味で言うと、無害という意味はあるんですけれども、表に出てない場合でもそういうことは結構あります。で、これは前ご紹介した映画とテレビの番組、 NHK のドラマでやって外事警察とかですね、ああいうのを見ていただくとある程度想像がつくのではないだろうかなというふうに思います。がもう一つはですね、こっちから出すことです。向こうから入れてるのをですね、なくそうとすることだけじゃなくて、必要なのはこっちから入れるということです。で、専守防衛って言葉、きれい事で言ってますけども、こんな真っ赤な嘘です。こんなもんできるわけありません。専守防衛で日本が守られているなんてですね、全くの嘘ですね。アメリカの軍事力があって、核の傘があって、それだから日本がですね、そこのところで守とりあえずなんとかなってるっていうだけの話 で、なってるというのも本当にそうなってたわけではなくて、なってたことにしてきたというのが正直なところです。実際にはこちらからやると、実際に本当にですね、例えばやるかどうかは別として、例えば細菌戦とか化学兵器を使うとか、あるいはサイバー戦も何でもみんなそうです。こっち側からやるとしたらどうするかっていうところのシミュレーションは少なくともしとかなきゃいけない。それからやるための訓練は私は絶対にしとく必要があると思います。で、それを実際に使うかどうかは別です。でも少なくともそうやってこちら側から仕掛けるということを前提にして準備をしたときに、初めて相手側からどういうふうにやってくるかということを想定し、でそれを防ぐことができるんです。ただ守るというだけで、その検討もですね、研究も準備もしちゃいけないなんて言ったら、これはもうまさに平和を破壊するためにやっているということしかありえません。憲法がどうこうとか言いますけども、別に憲法でですね、言ってることと決して反しているとも思いませんし、そもそももしそれ憲法が反してるんだったら、そんな憲法自体がですね、間違ってるんで、そもそも守る必要がないということだと私は思います。例えば変な話ですけど、前にちょこっと言いましたが、東京都がですね、大阪府に工作員を入れると
というふうにするとなったら一体どういうふうになるのか、それを大阪府の方で止めるためにはどうすればいいか、東京の人間がどういう行動をするかということを調べるわけですね。でエスカレーターに乗っかってですね、左側に立ったらば、あ、これは東京のやつだって捕まえるとかですね、まあこれはちょっと冗談なんですけども、ともかくこちら側からやる相手側がどういうふうにやってくるだろうかとか、そういうことですね、攻撃防御両方とも考えないとともかく守ることもできない、ということです。で、工作員というのはさっき言いましたように相手側とのパイプになる可能性もあります。で、二重スパイになっちゃう可能性もありますけども、普通だったらば表のルートだったらば通せないルートでですね、情報が通せる可能性があるということです。だからそれはやはり使っていく必要があるのではないだろうかと思います。で、そういうところにですね、そういう仕事をする人間というのは本当にですね、大変な人間ですから、やっぱり優秀な人間行かなきゃいけないですし、でその優秀な人間を本当に国のためにですね、使うためにはやはりその本人にそれだけの意識がなければいけないと、ということなんです。我々今まで、なんか平和が守られてきたというような言い方でごまかしてきました。で、まあ今日の日本がこうなっちゃったわけですけれども、改めて戦いというものを忘れちゃいけないということぐらいは考えておいた方がいいと思います。でそのために工作員というのはこっちにいる連中もあるいは必要だし、そして、外に出していくことも必要だということではないかと思います。今日もありがとうございました。